はいどうもシュータです。タイシピーケースーパーハテロプレゼンツやってまいります。2の5だってワールドに終わらない。ただいま小田とこの機内もう血みどろの戦い、血みどろでございます。なんとか押し返してはいますけども、さあここは講話でもそろそろ入れたいような気もする。飯田城のあたり、武田攻防戦だ。そして北条がここまでやってきてしまってるんだ。北条がもうすごいな。武田は攻められ北条が攻めてくると、で徳川ちょっとやられ気味、織田陣営ちょっとあれかなと思ったけども、ちゃんと越前飛騨進んでますからね。で上杉は一応謙信が健在、しかしどうだろう、謙信一人では織田のパラメーター全員高い状態、これは凶悪でございますからね。我らも押し返せるときにできるだけ押し返してまいろうかと思っております。さあ進まる、さあ頂点、ちょっとやってきた。頂点もね今10万ぐらいお金持ってますから、買います、簡易買います。金で買えるもんなら買いますよ。おっと、アソミヤワンパンキル、次だ。よし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 、入れ替わりでワンパンキルだ。よし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 、こういうワンパンキルどんどん狙っていきましょう。かたじけない、人がいないところはワンパンキルいけるみたいな感じでしょうか。ここは速やかにマキシマ、速やかにマキシマ入りますね。しかしこのアサミヤ取ってもここ飛び地ですからね、なんとかマキシマもしくは筒井取っておかないと繋がらない。もうあっという間にこれ次の先制ここで取られてしまうゆえ進め。よしよし、牧島にヤタガラス隊入る。よしよしよし、強行で大筒本丸に向けて大筒だ。朝宮敵の集結が入ってしまっている。これは人を入れないといけないやつですね。待機せよ。おっと有岡兵糧攻めで落ちました。落ちまして、小山田信重やってくる。よしいいぞいいぞ、よしここからここから、いつもここから。かたじけなしで、神戸はちょっと再編成かけていきましょう。で、ブラザー騎乗、ブラザー騎乗だ。あら、ブラザーこれよ、戦意下がるラインで書いてしまったか。ブラザーちょっと早漏だったな。朝宮しかも一騎が起きた、これはひどい。これ人を入れても落とされてしまうな。よし、米、よしよしよし、米クラブ、どっちかな、毛利と大友どっちか。大友はこの毛もなければ米もない、もうザコ師匠みたいな顔しやがって、ハリウッドザコ師匠みたいな顔しやがって、米もなければ毛もない、嫁だけだ我々に与えたのは。傍若無人旗の兄弟でございます、ありがとうございます。いひ、毛利からむしり取る。まあまあそう言いつつも朝宮人を入れましょう。到着早いやつ入れてあげましょうね。このボンクラ入れてあげましょう。かしこまった、持つかな、ボンクラで持つかな、とてもじゃないけど持たない気がするな。よし、やったらかくらんかけながらだ。牧島落ちるかというところだ。私はここに踊り出る二条城のあたりとかちょっと荒らしてまいろう。朝宮来たか。こちらの守りが、あ、ゼロじゃないかこれ。え、ゼロじゃん、ゼロだよこれ、これゼロだろ。あ、400か、400は持たないんじゃないか、これは持たない気がするけども、まあ取られたらすぐ取ってやればいいんだ。そして牧島の囲みに浅井がやってきた。きっちり守ってやろうじゃないか。指揮なさらず、いやいやいや、指揮なさらずとも勝てるというなら私でも勝てるだろう。私がお見受けいたそう、国衆将兵を持ちながら5500をコテンパンに倒すところ、
リスナーさんが見たいコテンパンに倒すところをですね、私がちょっと噛みそうになりながらやっていくんでございます。何の会だよ、マキシマの戦い、マキシム、コーヒーにはマキシマついてこい。敵の、ここの軍団には魚で部隊がいないゆえちょっと厄介。ここ押さえてもらう、ここ押さえちゃって、よし、広がれ、3回、おいた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 、本体発見。このままで宇都宮ビにかかるよ、かかっていくね。これは、ここに奈落か、ここに奈落があったとやりたいうわけだ。前どっか鉄砲払っていってる。あざいたいはわずか300だ。ここで本陣切り込みも放っていくか。このままでは放っていっていいんじゃないか。これ切り込み、本陣切り込みだ、300だ。もう触ればいいんだ。よし、この間わざと入っていく。さあ、触った、真田兵触った。衝撃を受けながら浅井を追い込む。あと後ろにも部隊がいたが、さあ、渦見火に着々とかかっていく敵部隊。さあ、浅井は間もなく壊滅だ。我らがケチョーン、ケチョーンに踏み散らしてやったら獲得する。ちゃんと言えてないかもしれない。1200、なかなかの損害少ない。うまくやった。なかなか私の人はうまくやった方だ。さあ、マキシマ、コーヒーにマキシマ、落とさせていただこう。しまった、変なところ放置してた。ここは負けていく。これはこれでいいのよ。キリ見てなかっただけだ。おっと、カンベがもう来たか。手を打ちましょう。カンベ来た。よし、筒以上だ。出陣する。桃がなんか4700ポッチで守っている。筒以上行くがよい。アタチ隊はちょっと避ける。出陣するぞ。教授家口を敷きこと。浅見は落ちるが、まあよろしい。まあ、しばらくハンベを引きつけて牧島を取る方が意味があるというものよ。さあ、モーリとヒョロ交渉。ヒョロいただきまして、残りが5万6万だ。ヒョロが残り少ないぞ、よく見たら。まずいな、まずいぞ。さあ、つっつ以上入っていく。75日もかかるか。もうちょっと なんとかならないか。さあ、牧島敵部隊やってくる。勝てるかな、これで。あまり差がないぞ。いや、差あるわ。2万7000対1万7000。これは勝てるだろう。勝たなければいけない。よし、国衆将兵でさらに上がっていく。弱い者いじめが大好きです。さあ、いざ参ろう。海戦だ、マキシマの戦い。行くぜ。コーヒーにマキシマ。さっきもそう言ったよ、私。同じことをずっと言うのが私の性格だ。さあ。始めようか。頭が悪いんだ、基本。私は頭が悪いゆえ敵には突っ込んでいく。さあ、敵見つかる。奈落におっと、織田桃だ。織田桃がいるぞ。お、織田桃、生け捕りにしろ。生け捕りだ。ご命令を。織田桃生け捕りだ。よし、引きつけながら見て参ろうじゃないか。奇襲入れる。よし、奈落にポンポン押していくがいいよ。そこでストップして置くがいい。やりたい。どこにいるんだ本体が。おっと、鳥がかかるか。しかし奈落で着実に確実に我らは敵を罠にかけ、時間を使わせていく。やりたい。おい、守りが。さあ、ハンベ回想だ、回想から。さあ、もう勝負はついてるんだから逃げ回りよって。この逃げ回る、このなんだ、この泥仕合しよう。この泥仕合仕様はなんとかならんのか。 PK えいよ、勝つとし。勝つなんてことは分かっている。なかなかの被害だな。ちょっと被害多すぎだ。泥仕合に付き合ってしまった。やはりこれは戦わない方がいいのかもしれない。音じけなし。さあ、なんとか落とせるか。滝形4000はまあ問題がない。さすがに滝形4000はこれは AI に任せます。もう終わりか。この被害を少なさ。
この被害の少なさ、これでよろしいというのか。マイル、私はなんとかこれ浅宮を取り返せないか。今ゼロゼロゆえこの間に合えばもういけるんだが、おっち、米ネタ、米ネタ、残り兵糧6万、ごめん、さあ8万、米を買って8万まで戻しましたが、これは厳しい。もう一軍団出してみるか、8万でも。手を緩めるか、ここで。緩めちゃダメだろ、緩めちゃダメだ我ら旗の歌。よし、まだ終わらんぞ。進め、織田を思いっきり機内から押し返して、我々は織田にいる二人のピーチ姫を救うのだ。武田対前田、織田方勝っていく。牧島、これはいけるんではないか。好きなさらずの頑張れ。それじゃ、よし、次の戦に行こう。もう鈴木隊もやばい。これあとどんだけで落ちるの。強行あと10日、なんとかなる。ただ我ら対名が切れる、ぼちぼち切れる。勘弁もどうだ。ここはこれはだるいから、これ交渉入れよう。筒井は交渉入れていく。浅見は人入ったか、ワンパンキルはなくなった。さあ足立隊がまた死んでしまうゆえ、別の場所に進ませる。よし、マキシマ落ちる。もらっていくぜ。いやなかなかきつかった。お、細川忠興いる。後藤さんはこちらに来る。いらっしゃい。片付けなし。あ、なんだこれ、8400。いやちょっと待って、これ再編成だ。再編成が間に合うか。部分記事よ、4日後、結構早いな。これワンパンキル、それから足立隊で1回入場しないといけない。よし、筒井城は交渉の準備。勘弁いけるか、お前ガチャ弱だからな。おお、あんなわけのわかんねえキリシタンはお前解き伏せろ。いけんのかい、これ。講和解除、これ0%ってどういうことなんだ。これ講和なしかい。もう講和の目がない。よし、じゃあ常習投稿から行ってみようか。勘弁ガチャ、たまには引けるとこ見せろ。ほんと弱えな、 48% だと約半分だ。もう2分の1どころじゃないぞ。もう全然当ててないのか勘弁。よーし、ガチャ、今度こそ男のガチャ見せてみろ。男のガチャ引けこの野郎。あ、なんなんだお前のこと。ガチャ弱、黒田のガチャ弱。これ何が来たの、何が来たの、どこに来たの、一体全体どこに来たの。これは柴田が来たの。これ柴田が止めきらなかったが、牧島取られるな、これ。ああ取ったのに取り返される。全て勘兵衛のガチャが弱いからだ。手を打ちましょう。勘弁、ちょっと牧島取り返し行け。出陣する。筒井が硬いわ。いいな。これ牧島いざ参る。まだワンパン切る圏内、ワンパン切る圏内。よしよし、勘弁もう一回入るぞ。でも今までが包囲だったから無傷なんだ。で兄弟もこれ浅宮取り返しか。もうガリガリになってる浅宮だ。ガリガリの浅宮を取り返そう。勘弁、強行だもん。もう我ら兵糧がない。強行で牧島ワンパンキル狙っていくぞ。殺し、よしよしよし、ワンパンキル、ワンパンキルで取り返す。でヤタガラス、もう一回合流だ。もう一回 再編成。よし、ヤタガラス隊はもう一回再編成して、さあ筒井城だ。これ筒井城また2万8000が来るのか。
戦場やいかに手を打ちましょう。いやこれはえぐい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 戦場出来上がってる。いやこの隣かえぐいのは多聞山。一回この野球まで出るか。野球まで出て迎え撃とうとするとやめるんだ。へえ。手を打ちましょう。そうするとまた来直す。考えてますね敵も。進め。ほんほんほん、いろいろ考えてますな。あら、領内にて病、これやばいんじゃないですか。性病はびこぶる。いやこれはそろそろ講和時か。これは一気もひどい。これはもうゴリ押しここら辺で終わらせないと。対面も切れたし、長引いてるメッセも出ちゃったんで、講和入れますか。講和、講和だ。はいはいはい。筒以上が何とも落ちなかったが、まあ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 、マキシマを落としたのはでかいでしょう。よし、どうしようか。二条城を囲む動きを見せつつ進める。待機する。さあ二条城入って、ほうほう、交渉か。交渉入れよう。ブラザー交渉どうかな。ああ行ってかった準備 OK。 おお、いるじゃねえか。タフネゴシー、タフネゴシーがいるじゃねえか。タフネゴシー串橋、これさだの稲葉の一徹。頑固だぞ頑固だぞ。これ全面開放、講和会場で行こうか。全面開放、講和散歩行くぞ。タフネゴシー引き見せろ。さすがタフ、さすがタフです。ここで二条城落としたんでかいぞ。講和前に、講和前に間に合っちゃったもんね。手を、よし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 、調子こいた。サンミヤどんどん行くぞ。いざ参る。伊賀上野とかもどんどんずい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 進んでいく。あれなんか織田全然出てこなくなったんだけど、織田これまさか、まさかのお米、お米があるじゃんか。お米あるじゃん。なんで出てこなかったの。急に出てこなくなったぞ織田が。これはなんだ。毛利と長宗我部が戦争をやめた。さあここで信長講和が届く。二条城まで取っちゃいましたけどね。うちにはタフネコシがいるんでね、まあいいでしょう。これはビッグビッグビッグな成果。さあ頑張った甲斐があった。兵糧は残り39,000。さあこれは伸び伸びと、伸び伸びとこれは休まないといけないところでございますね。なんと二条城取ってしまった。これはでかい。上洛果たしました、旗野でございます。さああとはピーチをお迎えすればいいという感じでしょうか。さあ機内からこのクッパの闇の魔王勢力を排除して参ろう。我ら主人公だからな。いやしかし2面がこんなに長いとは。2面終わる気しないんだが、今日急にこの城主投降みたいなので取らないと。もう城主投降狙っていきましょう。ピーチが現れたら、それがね目的でございますからね。忘れちゃいけませんよ我々。さあこれで宣戦布告どうだ。どこにもできない。つかの間の平和でございます。というか兵糧がないのでもう攻めるのは無理でしょう。さあ交渉を入れてまいりましょう。兵糧を持ってると誰もいない。もうダメだ、このザコシ、ザコシいつも何もない。金もなければ兵糧もなくて、か髪の毛もない。ザコシザコシ、ザコシってザコシさんのファンに怒られるわそれは。ちなみに僕ザコシショー大好きですよ。もう毎日あのザコシショーの YouTube 見てますよ。秀吉様おだらだから丹波ねえよ。全然懲りてねえな、あの魔王全然懲りてねえ。おお赤鬼が行ってしまった。鬼がどんどん、我らの鬼が。報告いたします。だいたいマリオ陣営に鬼がいるという設定もよくわからんけども、
さあこれからまた戦があるゆえ、ちょっと対面入れていこう。対面入れていこう。さて、もう一度長宗我部攻めるぞ。宣戦布告だ。立ちはだかる者、立ちはだかる者。毛利、音もつかない。森から兵糧6000届きましたよ。よしだ、調査壁攻め。まずは黒田官兵隊出陣だ。出陣する。さあ後藤又兵衛隊は伊予方面出陣。出陣する。出陣する。ブラザーは一応二条城に入っていて、おそらく信長の横槍が来るだろうから、ここはちょっと待機しましょう。又兵衛と官兵衛に任せましょう。これもある意味両兵衛だ。両兵衛、両兵衛に任せてまいろう。あとは妨害部隊を出してまいります。よし、妨害3部隊本隊2部隊、これで攻めてまいりましょう。さあ進め。志果たさずして、大名を出していく。勝は終えられぬな。まだ出さんぞ。私だ、私たちはまだ大名出さんぞ。さあ龍造寺は大友に勝っていく。信長なんか戦っている。あ、本願寺だ。本願寺を攻めている。おっと、毛利長宗我部参戦か。いいですね、あいつ空気は読める。助立ち。空気読めるけどあんまり強くない毛利は。よし、まずはこの高層城入る。高層城を目指してまいるぞ。で、官兵衛はこちらだ、桑野城入ってしまえ。我に続け。もう桑野城まで兵を回せないはずだ。うん、あとは毛利がここに入ってきたゆえに、我々はこちらちょっと介入しづらい。まずは国衆将兵。浅はか。始末じゃないよ、家紋は。うん、そして忍び暗躍を出そうか。忍び暗躍、もちろん長宗我部。浅はかなり。もう一個出せるかい。砲術行くか、借りた行かないで砲術行こう。さあ三つ出していく。砲術研鑽。浅はかなり。これで鉄砲隊が強くなった。これで戦闘態勢は整う。さあ攻めてまいろう。待機する。さあぶつかった後藤又兵衛、これはさすがに、うん、細かい部隊を2部隊分けてわざわざ負けに来たのだ。これは取らない。これはさすがにいける。あと5000も減ったか。結構減ってきた。さあ早くも残りが2万になってしまったぞ。進める。待機せよ。さあここも式なさらずともというが、大丈夫か。さっき5000も減らされた。このような。ああ、また3000も減らされた。立ち止まれぬ。もう1万7000しかないんじゃないか。大丈夫かこれ。もう600の部隊がいる。これは高層城を落とした後合流かけた方がよろしい。さあ城が落ちるのかというところだ。さあ江村隊当たっていく。軍隊は大きいぞ。ここは指揮して参ろう。やります。9対2部隊なんとかここを損失少なくやっていきたいものでございます。よし、ではこちら軍師カンパ、軍師カンパで罠を見つけながら固く固く損害少なくやってまいろう。伊藤君さん、二宇山かこれは。あとで読みを調べておこう。まあ、真っすぐ進むは進みます。始めるぞ。進め。敵の居所。おっと、6000が見えた。知れました。6000は罠にかかればなかなかでかいぞ。おっと、本体も丸見えだ。できればこの6000は釣ってなんとか戦いたくないものだ。よし、進めていく。もう軍師カンパ使うか。軍師カンパ使っていく。軍師カンパ吸収出してきた。今が好機。さあ奇襲を入れ。ストップストップストップ。魚で入れよう。魚でバッチリ入っていく。逃しはせぬ。ご命令ください。これ引いていく。引いていく。さあここから本体がっちりキャッチできるかというところだ。容赦はせん。がっちりがっちりキャッチしたい。やりたい。よし、包囲しつつある。しつつある。うん、強撃入る。強撃入っていく。さあ敵本体残り3200。なかなかだ。損害少なく終わらせたい。なのに吸収なんかをかけてくる。やりたい。本当にいやらしいやつだ。いやらしいやつでございます。今が好機。さあここでまた奇襲が入っていく。もはやもう
やることはなしといたところ200、120、そして壊滅だ。これだけ包囲を食らえばあっという間に溶けてしまう。よくそして、勝たねば生きる道はなし、勝たねば生きる道はなし、それが乱世。よし、戦やがっていく。これで桑の城すんなり落とせるであろうと思います。さあ次なる戦場はどこだい。さあ長宗我部桃太小早川高景、ここは長宗我部が勝つ。まずい、これはまずい。いや、これはまずいぞ。これだいたい大よけとかに打って出るな。これが進むのだ。ここは置いとこう、置いとこう、舞台置いておこう。これは非常にまずい。毛利余計なことしやがる。待機せよ。ほら来た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 、回ってきた回ってきた。さあ高層城取り囲みましてございます。うん、これは強行ですな。あんまり強行したくない兵数なんですけども。お、桑の城一気に落ちる。面白い。いいよ、少々よし。思ったよりも早く落ちた。これは助かった。秋城だ。次は秋城。この浮田直家の5万がぐるっと回ってくるの、これがちょっと気になるんだが、大丈夫かな。なんとかならないか。なんとかやっていきたいんだ。これを後ろからなんかいいとこつけないか。これ行こうか。ここら辺ピョイッと入るぞ。いざ参ろうか。変わらない、変わらない。この大津、いざ参ろうか。大津とかこう取りに行っちゃったり したらどうなるんだ。これは、おお、体を分けた、体を分けた。うん、それで1万3000長宗我部元近入ってくる。ここは出ましょう。だこの加藤正貞隊の500を置いてまいりましょう。指揮を取ります。さあ相手何部隊だ。相手2部隊。2部隊なればなんとかいける。長宗我部はあれだな、人材なんだな。カツカツ人材なんだ。さあさあさあ、我ら国衆将兵2万まで上がっていく。よし、今回は金トリプル、トリプルベルでいくぞ。トリプルベルマーク作戦だ。2回戦構想の戦い、相手は2部隊。とにかく先鋒を上げてまいりましょう。いけ、時にはない。うん、一芸熟達、噛みやすい先鋒出してきやがる。嫌がらせか。心してかかれ。まだ一芸熟達、嫌がらせか。言えない奴を出していく。攻めます。壊滅が出る。いいよ、勝つとして壊滅が出てしまった。そのようなしまったな。なんだかんだ1万もやられたぞ。結構やられてしまったな。強行あと50日、これは落ちない。撤退をするしかない。これは手を打ちましょう。撤退だ。一旦これ立て直しましょう。元山まで引く。うん、攻めてくる音楽。赤松が死ぬ。まあ誰もいない、まずい。ワンパンキルされる。これさあどうなるんだい。これは志果たさずして、賞は終えられぬな。枯れた狼藉。ん、そんなに兵糧が心もとないか、君たちは。まあ10万持ってるじゃないか。期待させがって。木下隊先に大よけ入れるかい。これは頼むよ。これ待機せよ。おしゃしゃしゃ、下げ入った、下げ入った。入場入場。よし、これでなんとか守りきれる。この2万9000をどうしのいでいくか。これでも3部隊か。よし、又兵とこの妨害部隊を一回合体させるか。それを考えていこう。その線でいこう。さあ大メンバーが大余計入ってくる。兵糧48日、もう全然ねえな。間に合うのかこれは。籠城だ。さあ大余計がいつまで持つかだ。待機せよ。結構厳しそうだな。で又兵再編成。又兵隊吸収して、大余計これで勝てるか。同じぐらいの同数、同数だがこちらの方が部隊数が多い。カツカツの戦いだ。さあ長宗我部戦、難しいところでございます。さあ次回しょっぱな官兵衛がこの9000という少ない兵数でどういたい倒せるかというところ、相手は3部隊なんとかなればよろしいのですが、で官兵衛は一体どこの城が取れるというんだ。うん、ここがなかなか難しい。で敵は部隊を下げましたね。再編成かけようかというところでしょうか。さあ次回乞うご期待でございます。よろしくどうぞお願いいたします。